古西線。古西線は、京都府京都市山品区の山品駅から、琵琶湖の西岸を経由して、滋賀県長浜市の大見塩津駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、幹線である。琵琶湖の西岸、古西地区を通るため、古西線と命名された。起点は、山品駅であるが、京都駅まで全ての列車が直通している。 アーバンネットワークに含まれる。北陸本線や IR 石川鉄道線、愛の風と山鉄道線、越後ときめき、鉄道日本海ヒスライン、東日本旅客鉄道、JR 東日本の新越本線、宇越本線、大宇本線とともに日本海縦貫線を構成している。大阪と北陸地方を結ぶ特急列車や、 西日本と日本海側の各地や北海道とを結ぶ日本貨物鉄道、JR 貨物の貨物列車などが東路線を経由する、ほか沿線から京阪神方面への通勤、通学路線ともな、いる。全区間が JR 西日本の近畿統括本部の管轄である、ほか旅客営業規則の定める大都市近郊区間の大阪近郊区間及び IC 乗車カード、 愛国家エリアにそれぞれ含まれている。路線記号は B。北陸新幹線の鶴ヶ駅以南、伊勢は、小浜駅を経由して、京都市内へ南下する、小浜、京都ルートが与党内で正式決定されており、JR 西日本は、並行在来線として、当線の経営分離を検討しているが、滋賀県及び沿線自治体は、反対している。当線が、 経営分離された場合、大都市近郊区間内で平行在来線が経営分離される初めてのケースとなる。関西と北陸の短絡という目的から高速走行を狙う路線とされたため、ほとんどの区間がトンネルや高架線となっており、湖西線内に踏切は設置されていない。三井寺や白髭神社などでは境内をトンネルが通過することによる、 土地取得などをめぐって、保証騒動が起きたほか、地元からの反対、高和化鉄道、法実との関係で、路線決定に難航した部分もあるが、日本鉄道建設公団、鉄拳公団の建設路線だけあって、最小局率半径は原則1400メートルとし、大津京駅付近の半径800メートル、大見高島駅付近の半径1000メートルなど例外が数カ所ある。 勾配も19パーミル以下と在来線としては、高規格で建設されている。大津系・小言温泉、片田、大見舞子、後川、大海伊松、長原の7駅に回避設備があり、このうち片田、大見舞子、大海伊松、長原には折り返し設備が設けられている。高架構造で、スラブ軌道を多用したため、補線も大型機械を導入した。 その大型機械を使う星前を確保するため、深夜に通過する貨物列車を単線で使用するための設備、単線並列を設けた。小五と温泉駅を除く大避加納駅と牧野駅には c サスを上下線との両方向で使用できる信号設備、複線利用では閉塞区間があるが単線で使用時は一閉塞扱いを配置した。しかし、 その後貨物列車の減少などにより設備を維持する必要性が薄れたため2004年に単線用信号設備の使用が停止されている高速運転に最適な路線であるため日本国有鉄道国鉄時代から湖西線を利用して381系221系681系や四国旅客鉄道 JR 四国の8000系電車などが 速度向上試験に取り組んだ。また、JR 西日本で新型車両を投入する際は、湖西線で試運転を行うのが通例となっている。現在は、特急、サンダーバードと姫路、番州赤穂方面まで直通運転する新快速が最高速度時速 130km で駆け抜ける。また、 ブレーキ性能上時速 120km を最高速度とする485系電車で運転されていた鳥も踏切のない湖際線内では最高速度時速 130km 運転が特別に認められた。ただしこの特例が認可されたのは JR 発足後であり、1989年3月11日のダイヤ改正により登場した。 スーパーライチョウ川切に順次最高速度の引き上げが行われた。サンダーバードで京都駅鶴ヶ駅間無停車の場合の最速所要時間は下りが50分、上りが53分程度である。山品駅を出ると東海道本線と分岐し、長良山トンネル、長さ3075メートルに入る。このトンネルは山品よりの高校は、 単線三本の変形トンネルであるが、大月よりが、伏線断面である。山品駅に停車する、下り列車は18パーミルの勾配で、東海道本線を乗り越すが、特急列車や貨物列車など、山品駅を通過する、下り列車は10パーミルの間、勾配用に設けられた、分岐線を通、トンネル内で合流している。長良山トンネルを出ると、 京阪石山坂本線を乗り越えて、すぐに面四線の大津京駅に着く。ここでは、京阪の京阪大津京駅への乗り換えができる。大津京駅から、北は活断層、琵琶湖西岸断層帯が活動した結果できた、細長い平地に沿って走る。そのため、西に、比叡、平野山脈を見上げ、東はほぼ前線にわたって、琵琶湖の湖面を眺めることが出る。 線路の周囲は静かな田園地帯ではあるが、片玉では周辺に住宅や量販店も多い。途中、小琴温泉駅付近は、高和歌鉄道の急線路と大きく離れ、山側をほぼ直線で抜けていく。そのため、小琴温泉駅の前後に5つの比較的短い第一代後小琴トンネルがある。大津景駅を過ぎ、一面2線の唐崎駅へ。唐崎駅を出ると左手に、 国道161号古西道路が並行して走り、新快速停車駅の比叡山坂本駅に着く。比叡山坂本駅を出て、次に到着する小琴温泉駅は両端をトンネルに挟まれた構造となっている。小琴温泉駅からトンネルを2本抜けて、市街地が近づくと、片田駅に到着する。片田駅は、特急の一部や新快速が停車する主要駅で、この駅を、始発。 終着とする普通も多く、国鉄時代は新快速もこの駅の発着であった。片田駅から先は小岩に沿って線路が走り、天気が良い日には、対岸の山々も見える。次の小野駅は、ビワ湖ローズタウンへの最寄り駅として、京阪電気鉄道の西岸駅として、京阪の出資により開業した。続く、ワニ駅、ホ来駅、滋賀駅、平駅はいずれも、普通しか停車しない。 ただし、市街駅は新快速が臨時停車することもある。大見舞子駅は二面四線で、かつては新快速の終着駅であった。普通列車の大半はこの駅で折り返す。大見塩津方面に向かう、新快速はこの駅から各駅に止まる。また、北小松駅を過ぎると比較的、短い二つのトンネル、第一、第二北小松トンネルがあり、高島市に入り、その先に、 路線決定で難航した白髭神社の北側を短い二つのトンネル、第一、第二白髭トンネル、そして高島トンネル、長さ1498メートルの合計五つのトンネルを抜けると、大見高島駅に到着する。その先は、小岩から離れ、平地の中を走り、二面四線のホームを持つ、阿戸川駅に到着する。阿戸川を渡り、高島市役所への最寄り駅。 新朝日駅に着き、再び、琵琶湖に近づくと、大見今津駅に着く。大見今津駅は留置線を持つ湖西線の拠点駅で、ある。ここで大半の普通が、京都方面に折り返すほか、鶴ヶ駅及び大見塩津駅発着の新快速の増開決作業が行われている。湖西地域は、北陸から続く、多雪地帯のため、スプリンクラーや雪落とし溝などの設備を持っている。 大江今津駅には電流線設備があり、車両の夜間対白が行われているが、留置時にパンタグラフが位置する場所には屋根を設け、降雪から車両を保護している。一方で、平卸ろしと呼ばれる強風により、貨物列車が停車中に横転した例があるなど、速度規制や運転見合わせとなることも多く、サンダーバードなど、湖西線を通過する特急が、米原駅。 東海本線、北陸本線経由で、迂回運転されることもある。2006年度では、運転見合わせは、計28日実施された。これを受けて、JR 西日本は、平駅、大見舞子駅間と、大見舞子駅北小松駅間の山側、西側に、防風柵を設置し、従来秒速25メートルで、運転規制を行うようにしていたのを30メートルまで、引き上げ、 年間の運転見合わせ時間が設置前の26%になった。防風策はさらなる設置が進められている。また、防風策工事完成に合わせて、大見舞子駅には風力発電装置が備えられ、駅で使用する電力の一部を賄っている。大見今津駅を離れると一転して、市街地から外れ、さらに水田地帯の中を走っていくが、大見中小駅は無人駅で、 駅周辺は閑散としている。この駅はほぼ一直線上にあるため、ホームから双方向への見通しも非常に良い。次の牧野駅はカタカナの駅として国鉄時代から有名で、かつては町名もカタカナになっていた。2005年に高島市に合併されて町名は消えてしまったが、駅名の方はカタカナ楽器が健在である。牧野駅を過ぎると山々が近づき、 峰山トンネル、長さ3910メートルを通過、長浜市に入り、二面四線の長原駅に着く。かつては直流電化区間の終着駅として、新快速の発着もあった。現在でも、長原駅で折り返す普通は、まだ残っており、6両、または8両編成の普通列車はこの駅までしか、入線しない。駅前には、長浜市役所西屋在支所がある。さらに、 長原を過ぎた先で国道303号をオーバークロスして城山トンネル長さ2318メートルを抜けていく2006年9月までこのトンネルを抜けた北側に高直セクションがあったその後約20メートルの高さの高架橋で水田地帯を越え右手に北陸本線が寄り添い国道8号をオーバークロスして大見塩津駅に着くただし駅は 通過列車主体の湖西線下り本線側にホームはない。山品駅が路線としての起点であるが、全列車が東海道本線経由で京都駅に乗り入れており、さらに特急、新快速を中心に大阪方面へ直通している。終点の大見塩津駅からもほとんどの列車が敦賀駅へ乗り入れている。関西と北陸方面を結ぶ優等列車として特急、 サンダーバードが、湖西線を経営しており、朝夕の一部列車が、片田駅、大見今津駅に停車する。2003年10月1日から、通勤、通学定期券、回数券、昼間特割切符と併用して、特急列車の普通車自由席に乗車できる、湖西通勤回数特急券を発売しており、大見今津駅、片田駅京都駅、新大阪駅、 大阪駅間で利用可能である。この区間では E5489 によりチケットレスト急券で普通車指定席を割安に利用することもできる。新快速は日中1時間に1本運行されている。山品駅、大見舞子駅間では途中、大津景駅、比叡山坂本駅、片田駅に停車し、大見舞子駅、鶴ヶ駅間は各駅に停車する。 朝の上りと夕方下りの各一本は、湖西線内は快速に種別変更され、快速は小ごと温泉駅にも停車する。土曜、休日夕方の京都発鶴ヶ駅快速一本を除き、大阪方面に直通する。普通との環急接続は、日中の大海今津駅、鶴ヶ駅は大津景駅で行い、京都、大阪方面は片田駅で行われている。 1974年の古西線開業時から日中に1時間に1本の新快速が大阪方面から片田駅まで直通するようになった。1986年11月1日には大見舞子駅まで延長される一方で古西線内は各駅停車となるが、1996年3月16日には大見今津駅まで延長されるとともに、 湖西線内での通過運転が復活した。1996年3月16日から朝に上り、快速が1997年3月8日から夕方に下り、快速がそれぞれ1本設定された。大見市用駅、新引田駅のホーム笠上げと鶴ヶ駅の4番乗り場の有効長を4両分としたため、 2006年10月21日から、大見今津駅で列車の分割併合を行うことになった一部の列車は、京都駅で分割。そのため、大見今津駅の2番乗り場には、誘導信号機が新設された。その作業のため停車時間が長めに取られており、その間に、特急、サンダーバードを退避する列車がある。運行区間内のすべての駅に停車する。平日朝に、 大阪駅、高槻駅からは、茨城駅、新大阪駅のみ、停車の快速が1本設定されているが、その他は、京都駅発着である。平日日中は1時間に、山品駅、大見舞,舞子駅間が3本、大見舞,舞子駅、大見今津駅間が1本、この区間の各駅に停車する新快速と合わせて2本の運行となる。土曜、休日日中は、 山品駅片田駅間が1時間に4本となる。朝晩には、長原駅、大見塩津駅、鶴ヶ駅を発着する列車があるほか、大見今津発福井駅、大見今津発前原駅、長浜発大見今津駅が、各1本設定されている。京都駅では3番乗り場に発着する列車が多い。6から7番乗り場に到着し、水田総合車両所京都市所へ改装される列車もある。 国鉄時代、途中で、交流電化に変わる長原駅、大見潮津駅間は1日3本と、極めて少ない本数であった。2006年10月に直流区間が、鶴ヶ駅まで延長されたことに伴い、長原駅からさらに、大見潮津、鶴ヶ方面に直通する列車の本数が増加した。過去には4、扉ロングシートの通勤系、電車、207系。 321系で運行される JR 京都線、JR 神戸線、JR 宝塚線の各駅停車、京阪神観光線の直通運転もあり、2015年3月14日、ダイヤ改正時点では朝と、平日夜に西明石駅発着、土曜、休日夜に新三田駅発の列車が設定されていた。これらの列車には歩行者に女性専用車の設定があった。 2016年3月26日のダイヤ改正で、これらの列車は京都駅発着の普通となり、JR 神戸線、JR 京都線の各駅停車の直通運転はなくなっている。普通列車の列車番号は、片田駅、大見舞子駅発着の列車は2800番台、大見今津駅、長原駅、大見塩津駅、鶴ヶ駅を発着する列車は1800番台として区別している。 ただし、大見今津駅、大見塩津駅、鶴ヶ駅間を運行する列車は4800番台を与えることを基本としている。鶴ヶ駅発着の新快速、快速は大見今津駅で列車番号が変わる。事故、各種トラブルでダイヤが乱れた場合や大雪、強風などで乱れが見込まれる場合は、大見今津駅で運転を打ち切り、JR 神戸線。 JR 京都線方面、大見今津駅間と大見、今津駅鶴ヶ駅間とで別の編成で運転することがある。大見今津駅を発着する北陸線方面の列車と新快速及び京都駅から直通する普通との間で列車番号の奇数、偶数が逆転している。開業当初から美和子や平山系へのレ車ャー客輸送に臨時列車が設定されている。初期の頃は 片田駅までの定期新快速を、大見今津駅まで延長するものや、朝夕の阿保市駅大阪駅間の快速を、湖西線に延長するものであった。臨時列車では、夏冬に運用がない修学旅行用車、155系を利用したものもあり、宮原電車区、現在の宮原総合運転所に所属する寮は、この時に、体幹大切工事を受けている。また、 新快速の鶴ヶ駅直通に伴い定期運用で4両、編成化された列車の多客時の救済列車が2006年秋以降定番化しており、特に、牧野駅を最寄りとする海津大崎の花見客輸送では、鶴ヶ駅を分する編成が本編成に先行して、救済する臨時列車として運転されているが、2015年度以降は、設定されていない。また観光シーズンには、 琵琶湖一周列車が団体化しきりの形で運転されている。また、沿線には、京阪神から、函館山スキー場、琵琶湖、バレー、国境スキー場など、京阪神地区から日帰りで行けるスキー場があり、姫路駅、長原駅間、和歌山駅、大見今津駅間で、快速、スキー琵琶湖ホデ号を運転し、現在快速が停車していない、滋賀駅、平駅にも停車していた。 ホリデー号には指定席を連結しており、1998年度まで運転されていた。このほか、湖西ホリデー号も運転されていた。定期列車の増発が進み臨時列車の運転は減っており、土休日ダイヤの新快速で、朝の大見いまず、鶴ヶ方面行きの4本と、午後の鶴ヶ駅からの4本を、市街機に臨時停車する古彩レジャー号と呼んで別していたが、 2015年度以降は設定されていない。1997年春は、平駅に臨時停車する新快速を、5歳レジャー号としていた。かつては、大晦日深夜から元旦にかけて、JR 京都線京都駅や真品駅、片田駅間で普通のみ、約60分間隔で、終夜運転が実施されていたことがあったが、2000年代半ば頃には、すでに取りやめられ、 代わりに終電後に京都発片大気臨時列車を一本運転していたが、後にそれも廃止されている。貨物列車は北陸方面に8本、このうち休日運休が1本、日曜日運休が2本と京都方面に8本、このうち休日運休が1本、日曜日運休が1本,日日運,が1本運転されており、すべてコンテナ車で編成されている。古才線区間には、 貨物の積み下ろしを扱う駅はないが、一部列車が旅客列車の退避のため一部駅に停車する。古西線建設当時、山品駅は直流で、大見塩津駅は交流で、それぞれ電化されていたため、大見塩津駅手前の長原駅との間に、高直セクションが設けられた。これにより、大阪、京都方面から古西線を通して、北陸方面に直通できる車両は、 軌動車やディーゼル機関車などの内燃動車や動力を持たない客車、貨車を除けば、車上で交流と直流の切り替えが出る485系などの高直流電車と高直流両用の EF81 系電気機関車に限られた。山品駅、長原駅間は直流電化で建設されたため、同区間の普通列車は直流電車で運転されていたが、需要が多く見込めない。 湖西線と北陸本線との直通列車には、特急列車を除いて高価な高直流電車は、投入されず、大見今津駅、大見塩津駅、鶴ヶ駅間の、普通列車は、電化区間でありながら1991年9月13まで起動車で運転されていた。一方、北陸本線も交流電化のためローカル列車の、本数も少なく、小北地区と、大津や京阪神間の移動には、 前原駅での乗り換えが必要であった。滋賀県や地元自治体は、国鉄時代の1986年に沿線市長、商工会で、北陸本線直流加速新規制同盟会を設立し、北陸線の利便性向上には、電化方式の変更が必要と、国鉄、JR への要望活動を進め、さらに1990年5月には、古際の市長も加わり、 琵琶湖環状線促進規制同盟会を新たに発足させ JR への働きかけを進めた。その結果、翌年北陸線米原駅長浜駅間の直流化工事が行われた。もともと実際の硬直セクションは同線の坂田駅、田村駅間であったので、これを長浜駅とら姫駅間に移設したものである。工事費約7億円は県や長浜市など 地元自治体の負担で賄った。工事完成による九百九十一年九月十四日のダイヤ改正以降、京阪神からの新快速が長浜駅まで直通したことで、長浜市では観光客の増加と人口増加という経済効果をもたらした。新快速の乗り入れで長浜市が京阪神の通勤圏となった一方、黒壁スクエアなど地元の観光資源活性化などが、 反響を呼んだ結果多くの観光客が長浜市へと足を運ぶようになり、町づくりの起爆剤としての直流化工事は注目を浴びた。その成功を見て、同様に交流電化で列車本数が少なく、米原駅西への直通がなかった小北地区でも新快速の直通をという機運が高まり、小北地区の各自治体も動き出した。 古西と古北地区の相互交流もこの高直セクションが障害となり直通列車が少なく不便であったためこれらを解消するためにも直流化工事は地元の重要課題であった1995年からは基金として毎年工事費用を各自治体が積み立てることをはじめ美和湖環状線構想を前進する洋駅周辺整備や観光施設の案内整備に努めた一方 長浜市の成功事例を参考に、鶴ヶ島新快速の直通による観光客の増加を目論み、福井県と共に、京阪神からの直通列車を増発するためには、直流化が必要と働きかけるようになった。そこで、鉄道整備の一環として、という狙いで、湖西線と北陸線の直流化工事が行われた。工事は、地元の西岸という形で、滋賀県側、 県と地元自治体と福井県側、県と鶴ヶ市が、ほぼ接班の形で工事費を負担した、工事費は16億円で、内滋賀県側が75億円、福井県側が68億円の設備費用分を負担し、JR 西日本が車両申請費として18億円を負担している。直流化工事は、長浜駅虎姫駅間と、長原駅大見塩津駅間にあった。 デッドセクションを、鶴ヶ駅南今城駅間、厳密には、鶴ヶ駅、北陸トンネル、鶴ヶ口間に移設し、北陸線長浜駅鶴ヶ駅間、湖西線、長原駅大見塩津駅間を直流記電とするもので、2006年9月24日に完成した。これにより、同年10月21日に、ダイヤ改正が行われ、日中を中心に1日25本。 古西線経由十七本、琵琶湖線、北陸本線経由八本が、大見今津駅、長浜駅から延長される形で、鶴ヶ駅まで、一日十八本が、大見塩津駅、琵琶湖線、北陸本線経由まで乗り入れるようになった。大見塩津駅では、日中に、古西線方面からの下り鶴ヶ駅から当駅始発の、上り前原方面行きに、また、米原方面からの東駅止まりから、 湖西線上り列車に同一ホームで乗り換えができるようになり、湖西線と北陸本線の接続が改善された。ただし、元から、ホーム庁の長い鶴ヶ駅を除いて、大見塩津駅など直流化された駅では、ホームエンジニア4両を超える長さでの重上げ工事は行われなかったため、6両や8両などの普通列車は、現在でも長原駅止まりで運転されている。 なお、北陸本線に乗り入れする新快速の標準的な所要時間は、湖西線経由で、鶴ヶ駅から京都駅までが約95分、大阪駅までで約125分、三宮駅までで約145分、姫路駅までで約185から190分である。また、前原駅経由はさらに15分ほど所要時間が伸びる。もともと、 湖西地区と鶴ヶ市の流動は、ほとんどなく、湖北、湖東地区と鶴ヶ市の流動は、それなりにあるため、鶴ヶ駅発着の新快速は、昼間は、湖西線経由とし、それ以外は、舞原駅経由になっている。そのため、朝夕時間帯には接続時分や、湖西線内での所要時間などにより、舞原駅経由の方が早くなる場合もある。山科駅近江塩津駅間をまたぐ場合、 普通乗車券では、湖西線経由の営業期路による運賃で、米原駅経由にも乗車できる経路特定区間の特例がある。しかし、定期券の場合は、それが適用されず、実際に乗車する経路の運賃が適用されるため、米原駅経由より、割安な湖西線経由の定期券では、米原駅経由で利用できない。湖西線は、大阪と北陸方面を結ぶ。 短絡線として、日本鉄道建設公団、鉄拳公団により、大都市交通線、D 線として建設された。もともと、浜大津駅大見今津駅間に、地元資本による高和化鉄道が開業してを、路線計画時にほぼ並行する、形のこの絵和化鉄道の扱いが問題となった。最終的に江和化鉄道は廃止し、その路盤を買い上げて転用することで決着したが、 競合路線の買い上げ救済が真の目的であって実際の転用率は低かった。高和化鉄道は1969年10月限りで鉄道事業廃止後、高弱交通に社名変更している。開業前には片田駅と大見今津駅で貨物営業を行う計画がありそのための用地買収にも至ったが沿線での貨物需要が 相当量に達しないと判断され、行わないよう計画変更された。貨物側線用地は保守用基地などに利用されている。計画時は、東海道本線の線路容量が限界になるとの予測により、山品駅から奈良線小畑駅、日田駅、片町線、長尾駅、鳥会を経由して、追加走車場に至り4 2 1トルの新線計画があり、 貨物列車を新設の長尾奏車場に運転する計画であった。そのため、山品駅は西側も分岐できる構造になっている。しかし新線は国鉄の財政事情悪化により計画が中止された。関西対北陸の優等列車の古西線経由への移行は開業翌年の1975年3月10日となったが、これは古西線の開業当時山陽新幹線がまだ 岡山駅までしか開業しておらず、博多駅への延伸開業まで移行を見合わせていたためである。最終的に急行、北、国と湯の国を残し、あとはすべて、五彩線経由へ移行した。2006年には、高直セクションがあった、長原駅近江塩津駅間の直流化工事が、完成して、五彩線内はすべて直流電化となり、 湖西線を経由する新快速の運転区間が、鶴ヶ駅まで延長された、詳細は、直流工事の不死を参照。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の影響で、直流電動機に使用している、電動機用黒煙ブラシを製作しているメーカーが、被災して製造の見通しが立たず、 使用できない車両が発生する恐れが生じた。このため、同年4月11日から、日中の一部の京都駅片田駅、大見舞子駅間の普通の運転を取りやめる予定と発表されたが、部品調達のめどが立ったのでこの措置は行われず、4月11日以降も、通常のダイヤで運転されることになった。便宜上、山品川の全列車が乗り入れる東海道本線。 京都駅、山品駅間と、大見塩津川の列車が乗り入れる北陸本線大見、塩津駅、鶴ヶ駅間も合わせて記載する。大津京駅、小琴温泉駅、片田駅、和ニ駅、大見舞,舞子駅、阿戸川駅、大見今津駅、長原駅が停車場で、その他の駅は停留所である。退避設備がなかった牧野駅も停車場であったが、2019年4月時点では、 ワニ駅が停車場になり、牧野駅が停留所となっている。中間駅のうち、直営駅は、片田駅、大見今津駅の二駅のみである。他に、大見中小駅が、終日無人駅、長原駅が簡易委託駅、2000年4月頃までは、同駅も無人駅である以外はすべて、JR 西日本交通サービスによる、業務委託駅である。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。